下腹を鍛えて姿勢を改善したい人は一緒にやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、 RSB ワンレッグレイズというのを片足5回合わせて10回行っていきましょう。 RSB というのはこういった短いレジスタンスバンドのことを言います。持ってない方はですね、とっても効果的にエクササイズが行えますので、ぜひ説明欄をチェックしてみてください。レジスタンスバンドを使うことでしっかり下腹を上手に鍛えることができます。今回一緒にエクササイズを行うことで、反り腰の改善、姿勢の改善、下腹の引き締め効果があります。メリットとしては、反り腰を改善しながらエクササイズを行えますので、しっかり腹筋に効かすことができます。中でもしっかり下腹に効かすことができますので、一緒にエクササイズを行っていきましょう。で、ポイントとしては肘の位置、スピード、腰をしっかり床につけるというところがポイントです。ではやり方を説明します。はい、まず通常のレッグレイズというのは、腰を床につけてですね、足をこのように上下に動かしていくんですけど、腰が反れている人はですね、足を下ろした際に上半身が持ってかれたり、足を下ろすにつれて腰が浮いてきたりします。そうなってくるとお腹の力が逃げてしまいます。そして足を下げた際に腰が浮いて、腰をつけながら足を上げるようになるので、腰のテコの原理で腹筋に効かなくなってしまいます。そこで今回はこのバンドをですね、足首にセットします。バンドがない方も後ほどパターンを教えますので、そのままご視聴ください。まずバンドがある方はですね、まず腰をしっかり床につけるために肘をつきます。この肘の位置によっては腰がつかない位置がありますので、できるだけ肘を下げていって上半身を丸めて、腰が床につく位置まで肘を下げてください。腰がついたらですね、こっから足と足をですね、ゴム引っ張り合いっこして、このようにレッグレイズを片方5回ずつ行います。ゴムを引っ張り合いっこすることでお腹の力が抜けないようにレッグレイズができます。そして両足同時に下げてしまうと、やはり腰が浮いてしまったりするので、片足この幅を作ることで腰をずっとつけた状態をキープできます。で、このバンドがない方はですね、同じように肘をついて腰をつける位置まで持ってきます。ここから片足このように曲げて、腰が浮かないようにレッグレイズをしてください。両足伸ばしてしまうと重たくなってしまうので腰が浮いてしまいやすいです。ですので片足少し曲げておくことで、体が持ってかれないように腰がついた状態をキープして行えます。ポイントとしては、上げるときにですね、足の力をあんまり使わないように、足を重たく感じる感覚でお腹を締めて腹筋に効かせてください。このように腰をつけてますから、上げるときに気持ち上半身をクッと、気持ちクッと縮めてください。そうすることで腹筋の上部から腹筋の下部までキュッと締めることができて、お腹に効きます。これを一緒に片足5回ずつ行っていきましょう。腰がつく位置まで肘を下げます。片足で引っ張ります。足を上げた時に上半身を迎えに感じていきます。では行きましょう、5回です。1 2 3 4 5、反対です。1 2 3 4 5。ああ、お疲れ様でした。今回はレジスタンスバンドを使ったエクササイズを紹介しました。バンドがない方はですね、これからもこのバンドを使ったエクササイズを載せていきますので、
効果的にエクササイズを行いたい方は、説明欄のリンクに見に行ってみてください。チャンネル登録されてない方はですね、少ない回数、短い時間で効くエクササイズを載せてます。時短で効果的に行いたいよって方は、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。